細江栄光は、日本の写真家。君党は朝日、重光明。清里フォートアートミュージアム館長、東京工芸大学名誉教授、かまいたち美術館名誉館長、文化功労者。本名は、細江敏弘。東京写真専門学校講師、東京写真大学短期大学部教授、社団法人日本写真家協会副会長。 東京工芸大学芸術学部教授などを歴任した。山形県米沢市に生まれ、東京で育つ。1951年に富士フィルム主催の富士フ,フォートコンテスト学生の部で最高賞を受賞する。翌年、19歳で東京写真短期大学に入学。評論家の福島達夫は、土門剣らのリアリズム派にない彼の人間味に注目。美術家永久と交流を深め。 規制概念に挑む作家の精神を受け継ぐ。1954年度大卒業。1957年から福島の主催する10人の目点に参加。その後、1959年に写真家集団、ビボを共に立ち上げる。三島幸夫の裸体写真集、バラ系や秋田の農村を舞台に舞踊家の肘方達美をモデルにした、かまいたちを発表。 2003年9月18日、英国王立写真協会の記念式典で、生涯にわたり、写真芸術に多大な貢献をした写真家として、特別勲章を授与された。2010年10月には、文化功労者に選出された。息子の細江賢治も、同じく写真家。1989年、自身のスタジオにて2005年、フォトアートフェスティバルにて、 ありがとうございます。